皆さんこんにちは。ジャパニーズヨガの夏美です。今日のヨガでは足回り、特に内ももを鍛えるというものを行っていきたいと思います。早速始めていきましょう。まず立ち上がって体を作っていきます。片足立ちなんですが、シンプルなんですけれど実は結構難しいです。ポイントがあって、まず足の裏ですね、足の裏3点という言い方をしますが、母子球、小子球、かかと3点で均等に体重を乗せるように立つというのがまずポイントになります。それからよく女性でいらっしゃるこの関節が柔らかすぎて膝が後ろ側に反り返るような状態のまま片足バランスを取ると、筋肉があまり使えてない状態で関節に負荷がかかりすぎてしまうので、自分がこうピンと張りすぎるタイプだとしたら、少し膝を緩めるぐらいにして足の裏全体で体重を感じられるポジションで立つようにしてみてください。またこの骨盤の位置もとても重要で、例えばですね、こう前に倒れやすい、で反り腰ですっていうような方は骨盤の位置がこうずれていたりするので、例えば鏡でパッと見た時、または両手でサンドした時に斜めになっていないか、真ん中にこの骨盤が、何でしょうね、位置しているかっていうのを確認しながら行いましょう。そして片足バランスのまたもう一つポイントは、足の筋力ももちろん必要なんですが、体幹の筋力というのが重要になってきます。なのでキープをした時にこうお腹を引き上げるというようなイメージをぜひ持って一緒にやっていきましょう。足の裏を左右平行に置いた時に、できれば一旦足の指をクッと持ち上げて指を開くようにして地面に下ろしてみましょう。そうすると手を大きく開く、指を開くのと同じように、しっかりと地面の方ですね、踏みしめることができます。私は皆さんと鏡になりますね。右足に体重をかけます。この時に先ほど言ったこの膝の反り返る癖がある方は少し膝を緩めるか優しい状態にしておいてください。さあ左のつま先を立てます。この状態からゆっくり持ち上げていきます。どうしてもグラグラするという方は上げたり下げたりと調節しながら一緒に行っていきましょう。ちょうど股関節の高さぐらい持ち上がったらベストになります。さあでは手をつけますね。両手を横に開いて、左手を少し斜め上、右手を斜め下に上げます。手のひらを上に向けて、指先ですね、親指、人差し指でリングを作りましょう。肘は軽く緩めた状態です。まだバランスが取れる方はチャレンジしていきます。太ももの内側を空に向かって見せるように股関節を外ねじりにしていきます。これだけでもかなりプルプルしてくると思います。さあさらに内側に寄せることで今日鍛えたい内ももの筋力を使っていきましょう。まだいける方、かかと突き出して足の指をパッと開きます。足に効いてくる踊るシマシンのポーズ。お腹の引き上げを行って、肩はリラックスしながら呼吸を通します。ここからもっと鍛えたいという方向けですが、足を上下に動かしてみましょう。地味なんですが腸腰筋という、筋肉、インナーマッスルが鍛えられます。3、ほう、2、ラスト1。OK! 解放しましょう。一旦肩、そして足回りをリセットするように揺らしたりします。さあ、反対です。もう一度足の裏左右平行に整えて準備しましょう。体重を左側にかけて右足を持ち上げていきます。股関節と同じぐらいの高さまで。バランスが取れて余裕という場合は手を横に開きます。そして右手は斜め上、左手斜め下で、手のひらは上向きにしましょう。肘を優しくしながらリングを作ります。ここへ来て余裕があれば太ももの内側を空に向かって向けましょう。まだまだという場合、内もも同士をキュッと寄せ合って、この内ももに効かせていきます。そしてかかと突き出して足の指をパッと開く。さあ、足全体がかなりシェイプされます。いける場合上下行きましょうか。
上げて下げる、ふう、お腹引き上げて上げて下げる繰り返し、ふう、ふう、3、2、ラストです。1、 OK。 では解放して、肩、そして足元をリセットしましょう。軽く振るような形にしてもいいです。さあ、もう少し行きますね。足の裏左右平行に、もう一度揃えたポジションから行きます。右足に体重をかけて、次は左足をまっすぐ伸ばしましょう。バレリーナのようにつま先を遠くに伸ばす感覚です。膝がピンと張る癖がある方は少し膝を緩めて、足の裏のポジションを確認しましょう。では両手を前、お腹の引き上げ、ホールド。呼吸は全身に流しながら続けます。では次は手を万歳、前にある足を後ろにスッと伸ばしましょう。次は太ももの裏側やお尻にもしっかり効かせていきます。おっとさあ、今度後ろに伸ばしている足をクロスさせて内ももに効かせましょうか。そして右手を横に開いて、視線も右手先の方に向けましょう。さあ、後ろ足かかとを突き出すと、もう一つお尻、もも、内ももに効いてきます。親指、人差し指、リング作っていきましょう。3、2、1、手はゆっくり手、足を横に開いて星のポーズ体を斜めにしてホールド。3、2、1、ではゆっくり体センター、はぁ、あ、一息つきます。反対いきましょうか。左足に体重です。この状態から今度は右足を前に向かって伸ばし、お腹の引き上げを行ったまま手を前、ホールド。最初は太ももの前側を使っていきます。よく前側の筋肉を使うと足が太くなるんじゃないかとこう心配される方いるんですけど、大丈夫です自分の体、自重を使ったトレーニングでは基本的に女性は引き締めの方に働くので、心配せずに、呼吸だけは止めないようにして、いきましょう。では手は万歳、足を後ろに伸ばします。手と足をぐっと引き上げような感じでしょうか。視線正面一点集中でいいので、使っているところ、特に後ろに引いている足意識していきましょう。ではその後ろ足をすっと斜め後ろにして内ももを使っていきます。今度は、左手を横に開いていって、視線も左手先、親指人差し指でリングを作りましょう。かかと後ろに突き出していくと、さらに効いている感覚が体感できるかもしれません。さあ、ではゆっくりセンターに戻り、手を万歳から手と足横に広げて星のポーズ。呼吸を通してホールド。3、2、1、 OK。 では真ん中に戻って解放しましょう。肩、足回りをリセットです。では両足、左右平行に置いて、だいたい腰幅程度で胸の前で手を合掌させましょう。一息吐きます。吸いながら手を広げて頭上で合掌か肩幅に開いて上に伸び上がりましょう。吐く息で足の付け根から体を折りたたむように、前屈、太ももの裏が突っ張る場合は膝を曲げながらでいいです。ウッタナーサナー。少し体をゆらゆらとさせて、上半身の余計な力みを解いていきましょう。両手は足の横でもいいですし、すねやももに置いていいので、吸って体を半分めくり上げて姿勢斜め前。吐いて、もう一度深く前屈、首の力を抜きます。では、ゆっくり膝を折り曲げて、しゃがんでいきましょう。
お尻が床についたら、足の裏同士を真ん中でくっつけて合席の姿勢です。かかとは骨盤に寄せられたら寄せますが、きつい場合前に出してみましょう。つま先を優しく包んで、左右に軽く揺れます。さあ、では真ん中で一度動きを止めて、動きが止まったら息を吸って伸びましょう。吐く息で背骨長いイメージで前屈。ではそのままでも前に出してしまってもいいです。手のひらを上向きにしていくと肩の力が抜けやすくなります。さあ、ではラスト一息。鼻からたっぷり吸って、お腹の奥から吐き出しましょう。ゆっくり上体を起こしていきます。膝をセンターで寄せて、左右にリセットしておきましょう。座り直します。これで今日の内ももをしっかり鍛えるという片足バランスがたくさん入ったクラス終了になります。本日もありがとうございました。片足バランスがちょっと苦手だよという方は、ぜひこう足のマッサージみたいなものをすると、足の裏3点で立ちやすくなったり、ふくらはぎがしっかり使えて、立ちやすくなるというものがあります。その動画もまた次の動画でお伝えしようと思っています。参考になった方はぜひグッドボタンで教えてください。ありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。インスタグラムもあります。ハッピーな紬で検索してみてください。